香港金融管理局は8月8日、アメリカ財務省の制裁行動は国連が採択した国際的な金融制裁制度の一部には当たらないと表明した。香港のシニアヘッジファンドマネージャーエドワード・チン氏は、香港金融管理局が中国と香港の高官ら11人の制裁に対応することは非常に珍しいと述べた。この件は政治ゲームとなり、銀行はジレンマに陥っている。 アメリカによる将来の国際基準による制裁を恐れる一方、中共は香港で営業している銀行を、香港国安法の名のもとに共犯者として訴えることもできる。論理的に言えば、銀行はアメリカの制裁に従って行動する必要がある。北京もアメリカの議員ら11人を対象に制裁と措置を取った。陳氏は香港メディアネクストデジタルの創業者、ジミー・ライ氏。 彼の二人の息子及び同社幹部4人が警察に逮捕された件に対し北京が香港で行った政治的掃除であり香港に懲罰を示していると指摘したしかしアメリカは引き続き制裁計画を導入する制裁リストの11名は第一歩に過ぎない香港金融産業労働組合の会長であるクオックカ・ウィング氏は アメリカからの制裁を香港金融管理局が直接銀行に違反させることは難しいという主要な銀行は基本的に米ドルでビジネスを行っているためアメリカの制裁を遵守しないのは難しい先日スタンダードチャータード銀行と HSBC 銀行はアメリカの法律に違反したとして罰金が科された ビジネスの観点からは銀行が11人の個人ビジネスのためにドルビジネスで損失を被ることはしない。北京が提出した制裁に関してクオック氏は中国は制裁内容をまだ明確にしていないが銀行にとっては制裁リストの個人とビジネスをする必要はないためそれらの人とのビジネスをやめる可能性があると述べた。 ククォック氏は香港の政治的見通しの悪化は業界に大きな影響を与えており多くの金融機構が採用凍結やリストラを行っており業界の人々は解雇リスクに直面すると強調した